来週の運勢はこちら。電話占いひとみワールド翔蘭先生監修、来週の開運に効く運活術。2月生まれ、気持ちに負けず後々の幸運を冷静に考える時です。パワースポットは由緒ある庭園です。3月生まれ、仲間との時間は惜しまず大切にすると開運に。ただし迷惑行為は自滅損失多大。5月生まれ、過去に執着する理由より執着によるマイナスを逃げずに向き合う時期です。6月生まれ、疲れたら早寝早起きへの切り替えで健康運上昇です。美容にも直結します。7月生まれ、禁煙禁酒ダイエット、結果を出すなら来週がベストウィークです。8月生まれ、空気の良い場所での気分転換は期待以上の効果があります。迷わずGOです。10月生まれ、年下からのアプローチ、当面は気づかぬふりで関わらず様子見が無難でしょう。11月生まれ、徹底的な掃除で運気が上昇します。特に車や玄関は念入りにきれいにしましょう。来週の運勢でした。詳しくはホームページをご覧ください。